ちは。ご飯食べます。でも告知した方がいいかな、ゲリラすぎた。お昼食べながら配信しています。あ、やばい。A 公演との練習とかいろんな練習しに来ようと思って今日は自主練しに来たんですけれども、まだご飯食べてなかったのでご飯を買ってきて来たんですけど、広いレッスン場で一人でご飯食べるの寂しいなと思ったのでショールーム開いちゃいました。誰もいない、珍しく。誰かしらいるかなと思ったんですけど、おいしい。週に3回ぐらいサバ食べてる気がする。昨日も食べたし、今日は迷わずサバ弁当買っちゃったし、美味しすぎる。塩サバ、塩サバ弁当。弁当大きくない？そう？のり弁。のり弁ってでかいか。まあ、でかいか。もっともっと。美味しすぎ。マイブーム。長めのマイブームです。ほっともっとの塩サバ弁当。ご飯の上に海苔が乗ってて、その上に塩サバ、ちくわの天ぷら、たくあん、きんぴらごぼう、大根おろし、厚焼き卵が乗ってます。完璧だよね。そんな大きい、大きい大きい割と恥ずかしいんだけど、大食いみたいじゃん。そんな大きい、こうやって食べようかな、大きい大きい言われるから。そしたらちっちゃいねって言われるのかな。うまっ。美味しすぎる。美味しい。このね、皮の表面がねちゃんとカリカリに、骨だ。ちゃんとカリカリに焼いてくれてるんですよ。それが美味しい。あと醤油がだし醤油で超美味しい。
昨日も食べたよ。大根おろし入ってるよ。ほら、このお弁当最高だよ。こうボックスになってるのも嬉しいよね。サバ缶って食べたことないんですけど、サバ缶何味も食べたことない。うん、もう3時じゃん。3時だ。前髪がなんかね、汗かいてね、帽子かぶっちゃったらね、こんなんなっちゃってね。困ってます、最近前髪に。おやつは何が好き？おやつ？エクレア。シュークリームよりエクレア派。でも美味しいシュークリーム見つけたんですよ。美味しすぎ。何これ、めっちゃ油乗ってる。500円だよ、これが。だってこれをさ、お皿に置き換えてお盆に乗せたら立派な定食じゃん。まあお味噌汁とか、そしたら500円じゃ出せないよ。ってくらい美味しいです。ご飯と一緒に飲み物飲まないんだ。てんてんてん。何そのショック受けてる感じ。飲みますけど。飲みますけど。恥ずかしいね。こうやってご飯食べてるとさ、なんか恥ずかしいね。いろんなとこ見られるんだね。麦茶なんだ、てんてんてんとか言われそう。あんまり噛まないんだ、てんてんてん。いっぱい言われそう。今はね、配信しながら喋ってるからね。一人で食べるときはお家だったらテレビ見ながら、うん、超タラタラ食べる。聞きなんだ、てんてんてん。右ですけど。
すすめ。ホットモットのサバ焼き弁当。今日からマックで、マクドナルド、マックでガーリックチキンが売り始めるんだよね。絶対食べる。いる、誰かいたんだ。お弁当結構量あるね。うん、ちゃんと一人前ある。マックのチョコパイ、私もまだ食べてないや。結局黒が美味しいんだよね。ナッツとかも入ってさ。黒派。今年はまだ食べてないけど。マクドじゃなくてマックなんだ。てんてんてん。もうてんてんてん面白いんだけど。何？シロナが高い。そうなんだ。なんでだろう。お腹いっぱいになってきた。スタバの新作はしたから。私あんまりさ、フラペチーノ系飲まないんだよね。だから新作とかあんまり関係ない。桃、毎年出る桃だけは絶対飲むけど、あんまり新作系、フラペチーノ系は飲まないかな。うん、基本カフェラテですね。うん、やっぱり私はエクセルシオールのカフェラテが好き。でも一番はセブンイレブン。さすがにこれと一緒に飲みませんよ。カフェラテ飲むんだ。てんてんてん。ご飯、食後のためにカフェラテを買った。このお魚味の口の中をね、すっきりさせるために。食べ物はドトールが好きです。ドトールのミラノサンド A、 チーズインね。ツナチェダーもホットドッグも美味しい。ドトールはだってその場で作ってくれるじゃん、サンド。他のそういうチェーンのカフェは基本さ、出来上がってるもの、工場とかで出荷してきて出来上がったものをチンとかじゃん。だけどドトールはそこで作ってくれるんですよ。だから美味しいよっていう話を七瀬にした。熱弁。
セルシオールもね、あのカルツォーネみたいなやつ美味しいけど、でもその場で作ってないからね。でもやっぱどこ行ってもスタバが多いから、どうしてもスタバで買っちゃうこと多いですよね。大食感ですか？それ大食感って読むの？大食いってこと？うん、さあ、もうショールームで食べるのやめよう。今日1食目だし。昨日の6時半ぐらいから食べてないし、ご飯。久しぶりのご飯だしさ。これ普通にお弁当1人前だしね。言い訳が過ぎる。言い訳っていうか説明してるだけなんだけど、そんなにこれ大食いのご飯に見えるのかな。じゃあ大食いなのかもしれないです。みんなは食べないんだ。アイドルはこんな弁当完食するなって感じなのかな。まあ完食するけどね、美味しいから。みんなそんな食べないの。大食い動画ありますよね、 YouTube とか。あんま見たことないけど、でも誰だっけな、モーギかな、そういう大食い系の YouTuber 見て、なんかすごいスカッとするって言ってた。なんか食べてるのを見るだけで。後ろにそんなに細いのにがつくんじゃない、つかないよ。そんなに食べるの？だから太ってるんだよ。がつくんでしょ？言わないだけで。でも私は食べます。ご飯が一番の楽しみ。だからなんか妥協したくないんですよ。私は一日3食食べるわけでもないし、だからお腹空いた時に食べるんだけど、だからこそ絶対に。あの好きな美味しいものだけを食べたいの。だからなんかいつもね、何食べよう何食べようって悩んで時間遅くなっちゃったりとかする。昨日も全然お腹空かなくて、やっと夕方にお腹空いて何食べようかなって思った時にお魚屋さんがあって、サバ食べた、お魚定食。からね、2日連続サバ。こんな心配されると思わなかった。そう、サバブーム来てるんです、私の中で。今まではホッケとかギンドラとか好きだったけど、うん、サバ以外見れない。
サバしか勝たん。マイブームだから。高校生の時はちょっと鮭にハマったかな。食べ終わる。もういらない。消費期限が作ってから2時間後とかなんだね。え？ 3 時間後か。美味しかった。最高。ホットモット最高。今から揚げ安いよね。そう、なんか唐揚げと唐揚げ弁当とカツ丼とかが安くなってました。ほっともっと。オリジンって食べたことなかったんだけど、前現場のお弁当で出て、なんかローストビーフ丼みたいな食べたらめっちゃ美味しかった。びっくりしました。ローストビーフめっちゃ薄くて美味しかった。私薄いの好きなんですよね。3時でしょ。あと10分ぐらいしたら始めますか。ホットモットは都心より。そうなの？群馬にもある。食べ終わったのでします。これから TVer で帰るのおじさん見るね。最高、ありがとう。見てください。今日は火曜日だから、明日明後日3話見ました。3話見た。でも自分で自分の見ると反省点しか浮かばないからさ、自分が出てないシーンは楽しめるんだけど、自分が出てきた途端なんかはぁってなっちゃう。もう今回も面白いです。声の練習をね。あ、でも英声の練習ならさ、配信しながらもできちゃったりする。落語はねダメだけどね。もう本当に忘れちゃった。英公演、女神、トゥンチュ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 ンみたいな感じだっけ。チャチャあれチャ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 ララチュン
押してて、ちゃん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 ちゃらか、ちゃん。どれくらい久しぶりだろう。2ヶ月ぶりとかかな。A 公演は。反省しなくても編集で何とかしてくれる。まあそうなんですけれども、だから出来上がったものを見て反省してるよっていう話です。自分にね、編集にとかじゃなくて自分自身に。ちゃんちゃん言ってたけど、これは M1 の女神。あ、でも覚えてる。わかんない。こうだっけみたいな。なんちゃう、こう、なんか細かいことを忘れちゃうんですよね。これ2番だ。もうあれ、もうやばい、忘れちゃったっていう感じなので、今から練習します。A 公演は私は中盤が好きですね。中盤はえっと雷鳴、涙に沈む太陽、素敵な三角関係でデッサン、この流れが結構好きで、その時の衣装も好きです。あの白いキラキラの衣装で、一人一人形違うんですけど、私は長袖でなんか肩出てて透けててみたいな感じだった気がする。すごい好き。衣装可愛いですよね、公演は。デッサンもめっちゃいい曲。オープニングは女神、ハートのベクトル、重力シンパシー。オープニング3曲っていうのが結構嬉しいです。4曲だと、4曲と3曲で全然違う。前エイトがやってた君もエイトで泣こうじゃないか公演はオープニングが確か5曲だったんですよね。でその5曲も思春期のアドレナリンとか結構ハード系なオープニングの曲が5曲つながってたから、すごいね、あの大変だったイメージ。でもオープニングから盛り上がるのはいいですよね。懐かしい。リクアワで抱きしめちゃいけないやってるのを見てすっごい思い出しました。エイトでやってたの。金木犀好き。金木犀好きだよ。金木犀ちょっとね、意外と難しいの。
サビは簡単なんだけど感想がね意外と難しいんだよ。てててててちゅちゅ、あ、ほらもう忘れちゃった。ててててて、あ、違うか。あ、命の花になりたい。結構ね乾燥急に早いの動きが。あとあれだ、カップリングウィズ、そういつもね忘れちゃうの。あれ私ユニット何だったっけってねいつも忘れちゃう。これは振り簡単で嬉しい。あ、うん、あれ君のカップリングイズ3だよね、確か3だよね。なんとこの曲は1番も2番も振りがほとんど一緒なんですよ。最高、覚えやすい、一緒に踊れるよね。アンコールも楽しい。アンコールのさ、君が思ってるよりめっちゃ楽しいんですよね、超好き。めっちゃ好き、ちゃんと好きって感じで踊ってると思う、その曲は特に。楽しみ、公演。そうだね、曲が激しいからね、曲自体は激しい振りはめっちゃ簡単なんだけど、あのなんて言うんだろう、激しめの曲調めっちゃ好き。マリアちゃんのマリアを見た時衝撃受けたね。マリアのマリア、最近は1年ぐらいやってないのかな、出てないから。しずく公演、マリアはさコールあったらめっちゃいいんですよ。なんか群馬のツアーでやった時、あ、この曲ってこんな盛り上がるんだって思ったんですよね。あ、マリアもさ曲調が激しいじゃないですか、だからコールもすごい盛り上がるし、初めてそのツアーでやった時にすごいって思ったっていう記憶があって。だけど雫公園でやってる時はもうコールできない時だったからもう聞けてないんですけど、雫公園がそもそも全然ないですもんね。眠くなっちゃいそう。やばい、時間がどんどん経ってく。終わりにしないと。
髪型好き。え、本当に？これ帽子で潰れちゃった髪型ですよ。もう前髪が終わった。でもなんか前髪一回は伸ばしてみようかなとも思ったりしてるんです。なんか前髪をがっちり固めるの好きじゃないから踊ったりしてると真ん中で割れちゃったりするんですよ。だったら伸ばして流してみるのもありかなと思うんだけど、伸ばす過程がね結構やだ、こう目にかかるとか。伸びちゃえばいいけど伸ばすまでが大変ですよね前髪。前髪エクステできない。確かに前髪エクステしてる人っていないですね。確かに。でも私絶対エクステできない。だってさ、シャンプーとかさ、ドライヤーもさ、わーってできないんだよ。こうやってよいしょよいしょよいしょってやんなきゃいけないんだって。そんなの私の性格上ちょっと無理。確かにさ、前髪エクステしてる人って見たことないですよね。いるのかな。あとドライヤーもエクステの部分だけ乾きにくいんだって。すごい時間かかるらしい、ドライヤー。親知らず抜歯して腫れてるのを隠すために前髪エクステしてた人がいる。そうなの？何それ、面白い。へえ。お腹いっぱい、絶対眠くなっちゃう。やばいやばいやばい。じゃあ練習します。今から落語と A 公演の練習をします。頑張る。どっちも楽しみ。ありがとうございます、見てくれて。ただただご飯を食べるねご飯食べてカフェラテ飲んでめちゃくちゃ喋ってっていう配信でした。じゃあランキング読もう。20位マサヤトリヒラ、ありがとうございます。19位ホアン、ありがとうございます。18位、あ、なんだっけ読み方、すみきょう群馬にゃ、ありがとうございます。17位、ファワジー、ありがとうございます。16位、ケンゴパパ、ありがとうございます。15位、マティー、ありがとうございます。14位、おやちゃん、ありがとうございます。13位、ジャビアス群馬ニア、ありがとうございます。12位、あー読めない、読みたい、
中に、誰か読み方教えてくれたりするの？12位、12位、みつこ。みんなすご、みつこ12位、みつこ、ありがとうございます。11位、リコピン、ありがとうございます。10位、ジェリー、ありがとう。9位、庄司、庄司、ありがとうございます。8位、天の尺、ありがとうございます。7位、ミヤコブルー群馬ニア研究生、ありがとうございます。6位、とちたろう、とちたろう、てんてんてん、ありがとうございます。ありがとう、てんてんてん。5位、ゆきたん、ありがとうございます。4位、たいら群馬ニア、ありがとうございます。3位、赤鼻のソルティー、ありがとうございます。2位、りょう幕張の群馬ニア、ありがとう。1位、チャー群馬ニア、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。突然始めましたが、ありがとう。バイバイ。バイバイ。あ、今日ね、インスタやりたい。インスタに写真載せるぞと思って、さっきね、どれ載せようかなとか考えてたりしてた。バイバイ。またね、ありがとう。